どうもこんにちは、ヒロです。今日はですね、アルディーノを使って鉄道部品をキーボード入力してみようという動画になっています。よくですね、 BV だとかそういうパソコンソフトと鉄道部品連動させたいなんていう、ご意見いただくんですけど、結構ですね、簡単にできまして、要するにキーボードの入力を擬似的に鉄道部品使ってやっちゃえばいいんじゃないかなと思っています。それではですね、ちょっと長めの動画になりますが、この動画さえ見ていただければ、実現可能な内容になっていますので、最後までご視聴ください。ではどうぞ。ではですね、まず基本的なところを説明していますね。鉄道部品をですね、パソコンに入力するためにはマイコンを主に使います。ではマイコンはいろんなものがあるんですけど、アルディーノのレオナルドというものを今回は使おうと思っています。まあ、アルディーノ種類いっぱいあるんですけど、キーボード入力に対応してないものもありますので、そちらはご注意ください。アルディーノなら何でもいいというわけではありません。あとですね、車掌スイッチ使いたいっていう人多いんですけど、車掌スイッチはですね、そもそも BV の方で使えるプラグインなり、車両がないとダメできませんので、そもそもですね、対応しているプラグインを、入れておくなり、対応している車両を探していくなり、自分で作るなりして、ご準備していただければと思います。アルディーノのですね、ソフトをダウンロードしておいてください。で、アルディーノのソフトのダウンロード方法は、以前出ましたナンバー13車掌非常スイッチをBV につないでみたという動画で説明していますので、そちらの方をご参照ください。で、それができましたら、このね、 YouTube の説明欄に貼ってありますスケッチ、人が書いたスケッチがありますので、そちらの方をコピーしておいてください。以上がですね、この動画を見ていただいて、実際に鉄道部品を接続するための、前提条件、前提条件というかね、先に用意しておいてほしいものになります。はい、ではですね、どんどん動画の方に入っていこうと思います。今回長丁場ですのでね、ただちょっと難しいところもあると思いますので、もしちょっと分からなかったらね、遠慮なく質問の方もお願いします。はい、ではどうぞ。はい、それではですね、使い方の説明を行います。まず一番上に書いてある、ところから一番下に鍵括弧があるので、そこまで全てコピーしてください。 YouTube の、ね、説明文の方に貼ってありますので、そちらをご参照ください。これですね、この鍵括弧も忘れずにお願いします。この鍵括弧を忘れてしまっても、それだけでもプログラム成り立たないので、エラーになってしまってね、使えなくなってしまいますので、鍵括弧を、忘れないようにお願いします。そしたらね、コピーするだけなんで、コピーしてRDのを開いてもらって、最初に書いたのこれ消しちゃって大丈夫なんで、これはもう全部消してください。で、さっきのをペーストですね、貼り付けて OK です。次に設定の確認をします。皆さんもアルディーノ触ってますよね。ツールから、ボードですね、ボードアルディーノのレオナードがちゃんとチェックがついているか確認します。違うアルディーノになっているとですね、書き込みできなかったりするので、確認せずに確認してください。で、このね、シリアルポートをちゃんと確認してもらったら、一番左にあるですね、オレンジ色の今ついているマーク、チェックのマークですね、これでコンパイルをします。まあ、要するにプログラム間違ってないかチェックしてるんですね。で、完了しますと出たら、その隣にある、マイコンボードに書き込みですね、このボタンを押して、マイコンボードに書き込みを行います。これでもう出来上がりですね。 OK ですね。ではですね、正しく動いているかチェックするため、このシリアルモニターというのを開いてください。で、それで、実際に RD の通電してみて、ちゃんとね、キーボードのものが送られてくれば大丈夫です。できましたね。 OK ですね。で、今回のこのプログラムは CR のピン側がプラスになっていて、グランドの方にね、電気返して信号を送るようになっていますので、ピン側がプラスで、グランドの方にね、接続してで、ピンをね、オンにするような感じでやっています。まあ、要するにアルディーノの、ピンがね、あるんですけど、デジタルピンっていうのをね、今回使ってるんですが、デジタルピンから、電流が流れてきて、それがね、グランドのピンがあるんですけど、そのグランドのピンの方に流れていく。で、それが流れた時点で、まあ、アルディーノがパソコンの方に CR 通信で、キーボードと同じ振る舞いをして、で、キーボードと、同じような、まあ、例えば2だとか3だとか、まあ、違うものでもいいんですけど、そういったキーボードの入力をパソコンに伝える、そんな仕組みになっています。だからね、普段使わないときは、まあ、オフにしておいた方がいいですよね。なんで、オフにしておいて、使うときだけオンにすると、そのキーボードの常に押しているのと同じ動きをする、そんなね、プログラムになっています。もちろんね、それ逆の動きをさせたりすることもできますし、これから出てくる機械式の車掌スイッチをね、やるときみたいに1回オンになったら1回押して、オフになったら1回違うものを押してとかね、そういう使い方もできますので、まあ、これから説明していこうと思います。
なんでね、別に鉄道部品はスイッチに使ってるだけですので、鉄道部品本物じゃなくっても普通の汎用的なねスイッチとか買ってきて自作することもできますので、そういうことも楽しめると思います。じゃあまずですね、このプログラム何ができるかと言いますと、まあ要するにキーボードなんですね。キーボードと同じことができるんですけど、押してる間はキーボードを押してるのと全く同じ動きをします。ダーッとね、いっぱい例えば1とか2とかの数字をたくさん出力したりすることもできますし、もう一つの機能として、例えば1回押したら、例えば1をね、1回出力して、で、その押してる指を離したら、今度は2を1回出力するとか、そういう使い方もできます。まあ何がしたいかというと、例えばこの車掌スイッチの機械式のやつっていうのは、ドアが開いてる時だけね、電源が入りますね。通電するようになりますよね。で、ドアを閉めるときは、まあ、スイッチをね、閉めるうちにすると、完全に電源が立たれる、そんな仕組みになってると思うんですけど、それパソコンに入力するのにどうすればいいかなって考えたときに、1回電源が例えば開け位置にして、入った時に電源入ったら1回だけ例えば1を押す、まあ、2でもいいんですけど2を押す、でその電源が立たれたら、今度は3を1回だけ出力する、そんなことができればね、まあ、例えばパソコンに入力したりね、 BV なんかにそれこそ読ませたりする時にも便利じゃないかなと思って、そんな風にしています。で他にも多分使い道あると思うんですよ。例えば消費上スイッチなんかを、キーボードでね BV 遊んでる方なんかは特段に専用コントローラーとかないから、マスコンの位置って特に決まってないじゃないですか。っていうことは、JR タイプの、JR 国鉄タイプのね、車掌スイッチみたいに引っ張った時だけ、まあオンになって、で手を離すとバネの力で腹囲するようなものだったら、正直ね、一回例えば、1のね、出力をして、非常ブレーキをかけてしまうと、手を離した時に手動で戻さない限り戻んなくなっちゃって、あんまりリアルじゃないじゃないですか。そういう時にも、この車掌スイッチと同じ振る舞いをさせれば、まあ、手を離せば1個戻ると、まあ、要するにブレーキを1つ緩めるボタンを押すような振る舞いをさせてみれば、まあ、手を離した瞬間ね、非常ブレーキじゃない位置に、例えばブレーキって8とかになるじゃないですか。そういう風なことをすれば、まあ、リアルに使えるんじゃないかなと、まあ、要はこれ皆さん自由に工夫できるようなつもりで今回説明していますので、まあ、それは個人の、ね、価値観というか、まあ、作り方によると思いますので、まあ、結構ね汎用的な使い方ができるものになっていますので、じゃ引き続き説明の方をご覧ください。プログラムの、ね、中の説明をしていきます。今回はですね、このヒロが書いた Arduino のスケッチに関しての説明をしていきますので、 Arduino 本体に関する例えば関数だとかね、プログラムの言語だとか、そういった説明っていうのは今回割愛させていただきます。まあ正直ね、ヒロもあんまりよくわかんないんで、説明しろって言われてもよくぶっちゃけわかんないんですけど、まあ、わからないなりにね、この文系のヒロが頑張って、まあ、いろんな、ね、ネットを見てみたり、本を買って見てみたり、なんか詳しそうな人にそれとなく聞いてみたりして、もう遠い過去に作った遠い記憶を、補充起こして説明していきますので、あ、すいません、長いですね。じゃあ、まあ、このくらいにして、とりあえずこのプログラムに関して説明していきます。で、何が言いたいかっていうと、要するに、キーボードなんですよ、このプログラムは。で、キーボードを、パソコンに入力するために鉄道部品を使う。で、その部品って多分みんな使いたいものバラバラじゃないですかね。私鉄の部品がいい人もいればね、ヒロみたいに JR の部品好きで使ってる人もいますし、もしかしたら全然違うオリジナルの鉄道車両を考えて、なんかね、秋葉原でスイッチを買って作る人もいるかもしれないですし、そういうのもあるんで、単純にスイッチが押したら、まあ、例えばなんかのキーを押すとか、そういう動作をするどの文章がどうなってますよっていう説明をしていきますので、分からなかったらこのね動画何回も見ていただいて、それでもさらに分からなかったら、まあヒロに直接 DM してもらってもいいですし、このコメント欄でね、盛り上がってもらっても大丈夫なんで、まあそれはご自由にやってください。じゃあですね、プログラムの中の方にやっと入っていこうと思います。じゃあですね、まず一番上のところ、これ触らないでください。これこのままで大丈夫です。で、その下にあるこのね、今ヒロがマウスでくるくるしているところ、これはピンをどのピン使いますよっていうのを、マイコンボードに教えていますので、もしね使いたいピン増やしたい場合はここで増やしてください。で、もう一回ね、この今下のところでくるくる回っているところなんですけど、ここでどのピンが、どういう風になりますよっていう風に説明していますね。で、今ここに線引いたところありますね。セミコロンと、スラッシュスラッシュの向こう側っていうのは、これはですね、自分で好きに文章を書けますので、特にプログラムに影響しないところになっていますので、好き勝手に使ってください。で、ここは、触らないで大丈夫です。で、皆さんが使うのはここから、ずっと下になります。この位置から
ずっと下のこの仮括弧の最後のところですね、ここまでが、皆さんが改変して書くところになります。まあ、もちろんね、全然違うところ改変できる人はしたって構わないですけどね。じゃあもっと詳しく説明していきます。もっと詳しく説明しますね。この今下に書いてある、ピンなんですけど、ここにですねピンモードで、この今数字が書いてあったのがピンの番号ですね。で今囲ったのが、プラップって書いてありますね。インプットプラップって書いてあると思うんですけど、こうやっておくことによって RD の本体の内部抵抗を使うことができます。内部にね抵抗入ってるんで、これで直接ねグラウンドにつないでしまっても、特にショートしなくなっています。で、まあ、使うピンを増やしたい場合はまずこのピンをね1個増やしてあげればいいですね。ここで貼り付けて、例えば12をね使いたかったらこの数字を12に変えてあげて、でこれもねもう1個増やしてあげればいいです。でスラッシュをねちゃんと2個コピーして、で下に貼り付けて、でこのスペースとかね、これはただセンスの問題なんで別にぶっちゃけなくても全然大丈夫ですね。ちぐはぐにしちゃっても問題ないです、書いてあれば。まあでも見た目はね悪いと編集しづらいんでちゃんと綺麗にした方がいいと思います。でピンの数をこう増やして、まあ、このスラッシュから向こうはねさっき言ったようにただの説明なんで好きに書いて大丈夫です。これでね、ピンを一つ増やすことができました。まあ使わなかったら減らしてもいいんですけど、別にそのままにしといても問題はないです。じゃあどんどん次行きましょう。はい、その下ですね、これはですね、特にこの量はいじんなくて大丈夫です。そのままで大丈夫です。でその下はね、これもねいじんなくて大丈夫です。ここから下がずっと無限ループしますよったらそういう風に宣言するだけなんで。でこれがデジタルのピンの番号なんですよ。デジタルピンの2のピン、要するにさっき上で宣言していたピンが、ここで指名します、名指しされてるわけですね。なんでさっきの一番上のところみたいに宣言してプルアップするなり何なりしておかないと使うことはできません。ちなみにプルアップしないとねちゃんと抵抗挟まないといけないですね。でここがそれを押された時に何をシリアルプリントなんでキーボードとして何を出しますよっていうのをやってます。例えば3に変えたかったらねこれを、違う数字にしたら違う数字にしてあげれば大丈夫ですね。でこの下もまあ同じなんですけど、これはさっきの車掌スイッチ、リードタイプの車掌スイッチですね。ボタンをただ押したら押してる時だけずっとキーボードと同じような振る舞いをするものなんですけど、それの設定なんですけど、車掌スイッチっていう風に後ろに入れるの忘れてたみたいですね。なんで後ろに入れておきましょう。これね、後で皆さんにこう配るんでね、ちゃんと分かりやすくしておかないと、色だけ分かっててもしょうがないですからね。っていう風にしてあります。で、まあこれもね、セミコロンスラッシュスラッシュの向こうなんで、こっちの方に説明文を足しておきましょう。とね、まあこんな感じでやっていくんですけど、簡単ですよね。ここに書いてあるものの数字を、要するに使いたいピンと入力したいもの、シリアルプリントの先に書いてある括弧の中の数字なり何なりを変えるだけですね。で特殊キーもね、この例えば出るとかそういうのを使えるんですけど、使えないキーももちろんあります。でそれは、リンクに Arduino の、リファレンス貼っておきますので、そこちょっと見てやってみてください。全然ね難しくないんで、書き方さえ間違えなければ普通に入力されますので、入力圧力されますので、試していろいろ試してトライアンドエラーでやってみてください。あとですね、このもともと入っているものなんですけど、結構ね他にも入っていまして、例えばね EB のリセットだとか、あと ATS の復帰とかね、そういうものも入っていますので、あと SS の確認もあるのかな、いろいろ入れてありますので、ちょっとここ見てやってみてください。で、キーのね、変更、例えば F2 なんていうのは普段使わないですよね。ただ特殊キーが確か入れられなかったかなんかで F2 にしてありますので、そういう風に変更しているものに関しては BVE なりね、BVE じゃないソフトでも多分ただのキーボード入力なんで使えると思いますので、そちらの方でキーボードの入力設定の方でキーを変えてもらって、各自ね自宅運転台なり、まあ、ちょっと下ね小物のスイッチなりと対応させてもらえればいいんじゃないのかなと思います。まあ、後半の方であの BVE の設定の方法なんかも軽くねチラッとやりますんで、そちらの方もご覧ください。今これ今から配るやつなんでね、極力わかりやすいようにちょっと気づいたところをどんどん直していますので、今こんな風にして作っているんだなって参考にしてもらえればと思いますね。もっとレベル高い方は多分たくさんいらっしゃると思いますので、そういう方はね、まあちょっと微笑ましい顔で見ていただけると、まあヒロとしてはさらに微笑ましい顔になるんじゃないかなというふうにね考えていますね。まあ、あの一番下の方に来ましたけど、これが、さっきから言っています、1回押したら、
例えばこれだったら2なのかな。でそれを離すと3になるっていうね、プログラムはここだけになります。なんでそういうのを増やしたかったら単純にこれを増やせば大丈夫です。でこれローって書いてありますね、ここ今ね。このローっていうのは要するに電源が入っていない状態のことなんですね。電源が来ていなければ、2になりますよと。でその下に入ってありますね。ハイの方は電源が入ったら、要するに通電したら、ハイになりますよ。ハイじゃないですね。通電したら、この場合3を1回出力しますよっていう風なプログラムになっています。なんでね、例えば違う、ピン番号で使いたいなと思ったら、括弧の中10とキーが10って書いてあるところ、これ確か9箇所あるんですね。1箇所、2箇所、3箇所、で4箇所、でその下も5箇所、6箇所、で7箇所、8箇所、で9箇所ですね。ここをですね、その任意のピン番号に変えていただければ、好きに違うところで使うことができるようになりますね。はい、そんなものになっています。はい、じゃあ続きましてね、今度はただのキーボードと同じ、プログラムの方ですね。それは一番上もそうなんですけど、ここから、ここまでですね、この鍵括弧2個目のところまで使います。この今くるくる回して囲っている範囲が、一度ボタンをね押しているとずっと入力され続ける、入力出力ですね、し続けるところになっています。で変えるところは、例えばその好きなピン、違うピンに使いたかったら、ここのところと2、3、4、5箇所ですね。合計5箇所のこのピンの番号とこのキーっていうのをですね、変えてもらえれば大丈夫です。任意の番号に変えてください。で、その後ですね、そのボタンを出力したいところを、ここでね、この2箇所変えていただければ、任意の設定をすることができます。で、最後の非常ブレーキが書いてあるところは別に変えなくても大丈夫なんですけど、自分で分かりやすいように使ってみてください。じゃあですね、まず車掌スイッチからやってみましょう。数字がね、2と3が交互に、入力されるはずですので、いいですね。でこれはまあ、ただこれ配線のね方法だけなんですけど、キハのね車掌スイッチなんですけど、起動車のやつ、車掌スイッチに鍵を差し込まないと、回路がね構成されなくなっていますんで、キーを差し込んで回してボタンを1回押すことによって、こうダーッとねいっぱいね、パソコンの方に入力されるっていう、なんかいっぱい数字がダーッといってるの分かりますか今。これはね、まあ押してない時は基本的にオフになるんで、まあこんな感じでいいのかなと思っています。はい、ではですね、続きまして RD の本体の上にこうつけるシールドを加工してみようと思います。まあ、RD の本体にね、このピンに、テスト線挿してね使っても全然構わないと思うんですけど、多分ね自宅運転台とか組んでるとちゃんとしたものを作りたいのかなと思いますよね。 RD のもできれば固定しちゃいたいですよね。ただ上にぴったりとしたものをつけて全部固定しちゃうと、まあこういう中のプログラムとか更新するときにできなくなっちゃうので、RD の本体は外せるようにしたい。ということで上につけるこういう今作ってるものね、これシールドっていうふうに言うんですけど、シールドをちょっと作ってみようかなと思います。まあ作るって言っても単純に配線をつけるためのものなんで、全然大丈夫ですね。で、この足がある売っていますので、足とこのシールドにする専用の、プリント基板ですね。若干普通のプリント基板と万能基板とね配列違いますので、専用のものを売っています。そんなに高くないので専用のものを求めください。こうね互い違いになったりしてますよね、少しね。でこれをあとはハンダ付けするだけになっています。まあハンダ付けは全然すぐできるんでいいと思いますね。で今これヒロがちょっとやってきたんですけど、真ん中1個だけなんかスズメ基線ついてますよね。これスズメ基線なんで付けたかっていうと、今回この配線グラウンドに全部電気送るじゃないですか。でグラウンドから1本だけ取って配線の上で、まあ、接続しても構わないんですけど、できればねこの RD の基板の上で全部完結するような形で、で真ん中の線だけぶった切って、でそこに鉄道部品つけるようにすると、まあ分かりやすいし安全ですよね。ということで、まあ、こういう風にスズメ基線1本作って、でここに
まあ、グラウンドをたくさん差し込めるようにしています。まあ、これちょっとした工夫なんですけど、そういう風にしています。はい、できました。まあ、こんな風にね、できていますね。でこれが、アルディーノにちゃんとね配線当たらないようにチェックをして完成になります。あとですね、配線がたくさん出ていたと思うんですけど、ヒロは運転台にある機器と接続するためにこういったですね、カプラ使って、接続するようにしています。こうすると配線がバラバラにならないですし、まとめるときもね非常にまとめやすくなっていますので、車体から、車体というか部品からね30センチっていうその和紙規格を、遵守しながらいつもこれで、止めています。結構ね便利ですし安いんでいいですよ。はい、じゃあですね実際にアルディーノとくっつけてみようと思います。乗せてみて下についているねアルディーノ本体とケーブルが被らなければ問題ないです。良さそうですね。大丈夫ですね。はい、こんな風に仕上がります。結構ね見た目も綺麗にできますよね。でここの部分は切れますので、こう簡単にねポキッと折れるんで、こうですね簡単に折れますんで、もし邪魔だったら思い切って折ってしまった方が見栄えもいいかもしれないですね。はい、ではですね実際に BV につないで使ってみようと思います。まずですね設定ですね、RD の本体をつないでおくんですけど、キーボードなんでね、設定にして、で入力から、スイッチですね。でこれ設定して自分が使いたいそのつなげる鉄道部品をしてあげるといいです。例えば今ヒロは警笛を鳴らしたいんで、自分の部品もそうですね、今警笛のやつを設定のところで押してみて、鳴るように設定しました。車掌浮揚スイッチは10キーの1を単純に入力してるだけなので、特に何も入力しなくても設定しなくてもそのまま使えるようになっています。なんでね保安装置の関係だけは、BV の方で設定を確認した方がいいのかもしれないですね。はい、ということでですね今回ずいぶん長くなってしまいましたが、以上で動画を終了したいと思います。もちろんですね他にもたくさん使い道はあります。BV だけではなくて、他のソフトにも多分使えると思いますので、皆さんの方でですねいろいろ試して、楽しんでいただけるとヒロとしては嬉しいです。ではですね最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、できればですねコメントの方もいただけると嬉しいです。以上ヒロでした。また次回お会いしましょう。